では基本的には自分の自己を中心に大事に書いてます。普通の日本人よりここで決める人が多いんですけど、私はもう肩に決めるようなイメージです。これ活用のイメージ。どっちかというと肩の一本背に近いと思うんですけども、この中で、まっすぐ相手の前に入って、ほとんど膝も使いません。相手の奥に入って、少し下に決めるようなイメージ。斜めにしない。下に決めるようなイメージで、決めると少し相手が動くので、この状態です。この状態になります。そして、ここから、上げるというよりも、少し私が倒れるようなイメージ。ここから見ると、しっかり入って、相手の下に引きます。で、私は少し、その、崩れていく。崩れていって、これ以上いけないよっていうところになったところで、パターンを押される。ようなイメージです。最初の練習するときとかは、相手の肘より上とかを持って、しっかり入って、くっつける。して、これを上げてあげると、くっつけて相手を上げてあげると、少し浮く感じがあるんです。これを、この感じが分かってくると、決める形が分かってきます。そこで、少し前に。この感じが分かると、あとはそこに入る。するだけで。最初はこういう形で練習してもいいかもしれません。それと、自分の形ですけど、背中ですけど、肩甲骨が広がらない、丸くならない。丸くなると相手は横に逃げますので、丸くなると逃げるので、寄せるようにイメージ。このイメージが入って、普通の技だと、崩し作りかけだと思うんですけども、私のこの一本背負いの場合は、作って、その後に崩してかけるっていうイメージです。だから、かかととかもしっかりついてますし、膝もそんなに使わない。自分がしっかり立つっていうことで、立ってから崩して、投げてます。私は現役時代によく使った技なんですけども、まあ、私背が低いので奥を持たれます。基本的にこうなるといろんな技がかけられない、背負い投げもかかれない、で一本背負いもなかなか入り込むことができないので、この時にこの持たれているところを利用して、これを動かすというよりもここを利用してこの中で体を回転して一本背負います。一本背負いというか少し内場一本に近いんですけども、今は反則ですけども、足を押さえながら、はい、あまりここを動かさないで自分の軸を変えて、はい、今だからそれほどここの動きを出さないっていうのが逆にポイントだと思います。自分の軸をしっかりして、入りやすいところに足を持っていっておいて、一気に返す。で、足が出ても大丈夫なように少し当てておくようなイメージ。で、入ってました。もともとは、ステムコーチから、
の一本釣り、これをやったんですけども、これを1、2じゃなくて1で入るイメージで、やり始めた技です。コーチ巻き込みですけれども、普通のコーチ巻き込みだとこのまま刈り込もう刈り込もうとすると思うんですけども、私のコーチ巻き込みは相手のこの軸を全身を使って崩してしまいます。しっかり入った後に肘、頭、足を使って崩せる感じです。ここを折るようなイメージで入って押し込みます。もちろんです。ここに入った時に足、肘、頭使って押し込んで、あとは体を捨てるようなイメージです。これに足を刈ったり、昔だと足を抱えたりっていうのを加えて投げていました。小内巻き込みからの一本釣りですけども、基本的に一本釣り来た時にこの足が邪魔なので小内巻き込みを見せます。で、下がったところを一本釣りで投げるというだけで、特にポイントとしてはないんですけども、さっきやった小内巻き込みと一本釣りを混ぜるというような感じです。この足が邪魔なので入って投げるということです。相四だとこの足が邪魔で、そのまま小内巻き込み、このまま足があればさっきの小内巻き込みで投げることができるんですけども、これで相手が足を引いてくれる、引いたらそこに入っていく、行くことによって自分が入るスペースが回るスペースができるので、そこに一本ずつ入るという形です。先ほどの小内巻き込みからの一本背負いの変化で、ここで頭を向いてしまいますによって、相手がまた足を下げようとするところを少し周りを詰めてこちら側に
投げるという技です。ポイントとしては、ここに入ったときに、この引き手の方をしっかり決めるということと、しっかり次足で足を持ってきて、投げてしまうということです。あと、投げる方向としては、相手が向いている方、自分の形がどっちになっても相手は向いている方に向かって投げていくようにします。こっちに向いててもこっちに投げるようにします。私にとって技とは、相手をいかに軽く投げるか、自分が持っている力をなるべく使わないっていうんじゃないですか、なるべく上手に使って、軽く投げるかっていうのが技だと思ってます。ウエイトトレーニングとかいっぱいすると思うんですけども、ウエイトとかは重いものを重いっていうふうに思いながらやると思うんですけども、技は重い相手をいかに軽く投げれるかっていうのが大事なことだと思ってます。その技を体得するにあたり、まあ、私が気をつけていたのは、気をつけていたっていうか、大事にしてたのは、嫌いな相手をどう制するかっていうのが大事でした。奥襟を持たれるのが私は嫌いだったんですけども、それをどうしてやろうかというふうになって、いろいろな技を身につけることができました。そして、それは得意になった時にですね、嫌いな相手が好きな相手になる。やりやすい相手になる。そして勝てるようになってくるというふうになってきて、技を身につけることができました。